月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります田野屋さんの、男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、田畑博士27歳、住まいは中通りです。はい、田畑さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経つんですか？だいたい 7,8 年はなりますかね。聖火学校、専門学校を卒業されて後にこちらにやってきたわけですが、お菓子作りはいつからこう目指してたというか、ルーツは何なんですか？なんですかね、自分のなんかしたいことをなんか見つけたって感じですかね。それいつ頃だったんですか？はこう中学校の半ばぐらいだったんですかね。じゃあ自分の夢をこうしっかり実現されている田畑さんですが、お菓子作りの魅力、仕事のやりがいとかはどんなところですか？は、お菓子作りの魅力はやっぱりお客様に、まあ、美味しく思ってもらえるように、まあ、作ることですかね。お仕事難しいかと思いますが、普段はどんなことをされてるんですか、こちらのお店では？裏の工場で菓子製造をやってます。だいたい仕込みとかを主にやってますね。1グラムでも違うと味が変わるんですよね。お菓子作りってかなりこう厳しいと思いますが、そのあたりはどうですか？はい、やっぱりそうですね、1ミリ単位はやっぱりちょっと逃さんようにちょっと気をつけて測った計量はしてますね。ではちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、27歳ということで結婚願望とかはありますか？あります。ありますか？いつぐらいまでにしたいとかは？やっぱ30手前か30ぐらいですかね。じゃあもうご自身のリミットはもうすぐ。そうですねどんな方がタイプですか？はやっぱり自分と一緒にいてやっぱ楽しい人ですかね。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょう？はカフェ巡りがやっぱしたいですね。自分。そうですね、お仕事柄。そうですね。でいろんなやっぱケーキとかは一緒に食べたいと思ってますね。ありがとうございます。では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の田野屋さんの PR お願いします。はい、田野屋ではもちろんのことですが、田野シューが人気なんですが、季節に応じたフルーツを使ったケーキを毎年1年間を通して作っています。その中でも人気なのが桃の時期の桃子というケーキなんですが、と秋頃でしたら栗のケーキがあるんですけど、栗の方がですねやっぱり一から自分の方で渋皮煮を自分で作っているのでちょっと大変なんですけど、まあ、そこをちょっと配慮して作ってるんで、まあ、よかったら味見をちょっとしてもらってから、とあと冬でしたらやっぱり人気のラフランスですかね、まあ、もう天然通りやっぱ一番人気なんで、ぜひ皆さんやっぱ食べに来てもらった方が一番ありがたいですね。はい、1年を通していろんな、ね、旬のケーキを作っていらっしゃる田野屋さん、その田野屋さんにお勤めの田畑さんをご紹介しました。では最後にですね、あちらのカメラに向かって左ピースでいいですか？はい、それでは参ります。せーの、レッシュマン、さよなら。さよなら。